ラーデンブルクはドイツビュルテンベルク州ラインネッカー郡に属すし、ネッカー川沿いに位置し、中世後期の旧市街を有する。この都市の歴史はローマ時代にまで遡る。この都市は標高96メートルから106メートルのオーバーライン地高体内のネッカー川線上地に位置し、ラインネッカー大都市圏に含まれる。この都市の住宅密集地域の南側でカンデルバッハ。 川がネッカー川に注いでいる。地域は1900ヘクタール強で、そのうち24.7%が住宅地及び交通用地、71.8%が農業用地、2.8%が水域である。最寄りの大都市は南東にハイデルベルク、北西にマンハイムが、それぞれ約11キロメートルの距離にあるが、いずれも直接境を接してはいない。 ハイデルベルクと共に、フランケン地方北西部に属し、住民構成は、高知ドイツ語の内上部ドイツ語に属する、上部フランケン語を言語とする、フランケン人が多い。ラーデンブルク市には、ラーデンブルクのほか、ノイボッツハイム及びノイツアイルスハイム、ゲルグブルンネン入植地、ニカワ工場及びその住居、マックスプランク研究所、ローゼンホーフ、動物死体処理施設が含まれる。 廃村となった、ボッツハイム、メイヤホーフ、ザイルスハイムの市域内に含まれる。ラーデンブルクは、西のネッカー川対岸のイルフェスハイム、北のヘッテスハイム及び北東にオーデンバルトが控える。ヒルシュベルクのラウタースハウゼン地区、東のベルクシュトラーセソイの都市シュリースハイム、南東のドッセンハイムと境を接する。また、南西のエーリンゲンネッカーハウゼンとは、 ネッカー川が境を成している。この場所に初めて人が定住したのは、紀元前3000年から紀元前200年の間のいずれかの時期であった。ラーデンブルクは初め、ケルト人入植地、ロークーダナムとして成立した。紀元前200年に、ケルト人の中心地が、ハイデルベルク近郊のハイリゲンベルクから、ラーデンブルクに移転した。紀元後40年、エルベゲル満足が、 ローマ帝国の在京農民運兵として定住した。ローマ人はこの地をスエビニクレンセスと呼んだ。74年にはローマ人の城が築かれ、その宿営地がこの都市の原点となった。98年にローマ皇帝トラヤヌスはラッポデューナム入植地をキビタスに昇格させ、キビタスウルピアスーボーラムニクレンジームの首輸と定めた。この中のウルピアは、 皇帝の家紋名に由来するもので、町の別名もウルピアと呼ばれた。入植地が2世紀から3世紀初めに流星したことが、多くの考古学的出土品からわかる。ローマ時代に建設されたジュピター巨人柱220年、このローマ都市に、市場のバシリカ、州の市場、神殿、劇場、共同浴場、邸宅、私壁を備えたホールムが建設された。 この種壁で囲まれた空間は約32ヘクタール、その上周囲の敷き藁を敷き詰めた形で出土する入植地は45ヘクタールの広さがあった。ラーデンブルクはロッテンブルク、バートカンシタット、バートビンプフェン、ハイデンハイム、ロッドバイルあるいはハイデルベルクといった現在バーデンビュルテンベルク州に位置するどのローマ都市よりも大きな都市であった。 260年頃アレマン人がこの都市を破壊した。しかしある程度のローマ人は踏みとどまり、ローマ風の名称が残った。皇帝ウアレンティニディアヌス一世は369年に、この都市を征服し、城を築き、またネッカー川の港の防衛施設を造営した。5世紀の中頃に、ラーデンブルク周辺地域のローマ人支配は、最終的に継いだ。469年に、 メロビング朝はパラティムとして王領を築いた。ラーデンブルクはローブデング王の首友となった。フランク王ダゴベルト一世は628年にこの都市とガウをボルムス市教に寄贈した。874年、ルートビヒフォンド一はローブテンバーグと記述している。カロリング朝時代にはキビタスプブリカと表記されている。10世紀に中世になって、 最初の死壁が建設された。皇帝ハインリヒ2世は、1006年に、ボリムス死教領の死教座制度を参事会のすべての辞書がラーデンブルクに属していることを確認し、その5年後には死教にローブデング王の白衣を授けた。中世の死壁の移行1253年に、市長、審判人、市民がこの年に初めて登場する。 1385年には、ラーデンブルクの領主権をめぐって、ボルムス司教とプファルツ選定校の間で流血の、フェーデが戦われた。1400年に、ボルムス市民は司教に服従するのを拒否し、司教を追い出してしまった。これによってラーデンブルクは、司教座に昇格した。司教、フレッケンシュタインは1412年に、聖ガルス教会の南島とドームを建設した。 司教ヨハンフォーン・ダルベルクの下、ラーデンブルクは大きな花を咲かせた。1512年に彼の友人である皇帝マクシミリアン一世がこの都市を訪れた。後の宗教改革家ロイヒリンがロルシュ修道院から引き取ったものにダルベルクの所有分を合わせて、現在、ビブリオテカ・ポラティナとして知られる重要な書籍のコレクションを作り上げた。 1564年のクリスマスに、牧師、エッカルトと聖ガルス教会の司教、ベッテンドルフとの間で戦いが行われた。その翌年、ベッテンドルフはボルムス市民と和解し、ラーデンブルクを去り、福との位置づけになった。その結果、カルバンハノプファルツ選定校が聖金曜日に聖ガルス教会を略奪し、カトリックの肖像が破壊された。 1645年のラーデンブルク30年戦争では1622年にベーター・エルンスト2世位、フォン・マンスフェルトによってこの都市は一部破壊された。また、プファルツ継承戦争ではメロック将軍によって略奪された。1705年に先帝公、ヨハン・ビル・ヘルムと司教フランツ・ルード・ビヒ・フォン、プファルツ・ノイブルクの兄弟間で領土交換が行われ、 大きな領土として統一された。ラーデンブルクは完全にプファルツ選定公領となり、この都市を首輸とするオーバーアームとラーデンブルクが設けられた。フランス革命後のフランス革命戦争では、ラーデンブルクは1799年に占領され、ナポレオン・ボナパルトによるヨーロッパの政治地図の書き換えに組み込まれた。プファルツ選定公が廃止され、 この都市はバーデンに編入されたが、1863年までアムトの所在地ではあり続けた。1849年のバーデン革命の際は、ラーデンブルクのネッカー川に架か,かる橋で激しい戦闘が行われた。1900年頃のラーデンブルク政治的には、1903年以降、社会民主党がラーデンブルクで一番強い政党であった。 バイマル共和政下では時々中央党が凌駕することもあった。1930年からは NSTP が第一党となり、1933年の帝国議会議員選挙では34.2%の票を獲得した。ラーデンブルクは第二次世界大戦でほとんど無傷のまま残された。1945年3月28日にアメリカの 第324不評連帯第1大隊により、戦闘のないまま占領された。1974年に、第1回の旧市街祭が開催され、それ以後この催しは訪問者を引きつけている。1979年、この都市に、連邦コンクール、都市建設における都市の姿と保護文化財の、金メダルが、連邦大統領、バルター・シェイルによってもたらされた。 1998年には都市の創設1900年祭が祝われた。また、同じ都市、バーデンビュルテンベルク州の郷土会議のホスト都市となった。2005年にはラーデンブルクでグリーンプロジェクト2005が開催された。この催しは商店園店の名でも知られている。ラーデンブルクの市議会は5年ごとの直接選挙で選出される22人の議員からなる。 これに市長が議長として加わる。市長は8年ごとに直接選挙で選出される。2017年4月以降してファンシムッツがその職にある。給水塔に掲げられた市の紋章図柄、銀字と青字に斜めに2分割された縦型に赤い白。戦闘型の屋根と橋壁を持つ2本の赤い塔が、ありその間を低層の中間部分が結んでいる。 中間部分には開いた門とその釣り格子が見える。城の上に斜め十字に組み合わされた2本の青い鍵。この紋章は1253年の印象にまで遡る。銀と青の色は19世紀に制定されたもので、プファルツ選定校を表している。十字に配置された鍵はボルムス市教区の紋章から取られた。城は、 おそらく諸問を表現していると考えられ、これにより都市圏を持つことを主張している。旗は青白である。ロプデンガウ博物館、ロプデンガウ博物館、ロプデンガウ博物館は美シ豊富にあり、収蔵品の主なテーマは考古学、詩、民族文化である。この博物館前にはジュピター巨人柱のコピーが立っている。オリジナルは 博物館内に収蔵されている、台座には4人の重要な神の姿が彫られている。上部の4人の女性像は四季を象徴しており、若々しいのが春、スカーフをしているのが冬を表現している。一番上には巨人族を踏みつける神々の父の像があるが、これは未開の民に対するローマ帝国の勝利を表している。220年頃、アラマンニ人がラーデンブルクに攻め込み、 この柱を倒した。ローマ人のノバニウス・アウグスティスがこれを修復し、再建した。40年後に、アラマン人は再び襲来し、この柱を砕いて、泉に投げ込んだ。そのまま放置され、家の新築工事の際に再発見された。カール・ベンツ自動車博物館、カール・ベンツ自動車博物館、ラーデンブルクのカール・ベンツ自動車博物館は2005年に移転した。 新しい場所は、ほぼ100年前のシーベンツズナ社の工場ホールである。20世紀の初頭に、シーベンツズナブランドの自動車を生産した、この歴史的な工場は、ダイムラークライスラー AG の基金により整備され、ビンフリーとエーザイデルの自動車誌コレクションにふさわしい、展示環境となった。都市の防衛施設ラーデンブルクの都市防衛施設、中世の私壁は1200年頃に建造されたものだが、 一部には、ローマ時代の壁をそのまま使った部分もある。魔女の塔、坊主の塔、マルティンスモンが残されている。セガルス教会11世紀に建てられたクリプタを持つセガルス教会の前には、ローポスウナムのフォールムがあった。アルプスより北では2番目に大きな72メートル、28メートルの市場のバシリカが設けられていた。マリアの泉とマルクと広場、マルクと広場とマリアの 泉マルクト広場には、19世紀にはすでに、バロック様式のマリアの柱が建てられていた。1873年のある夜、何者かがマリア像を台座から落とし、残った部分を墓の壁脇に埋めた。司会の未亡人で、ピアニストのアンナ・ハウバーが死へ寄付を行い、マルクト広場に記念碑を建てて整備することとなった。長い議論の末、1976年に、 マリアの泉が昔の姿で再建されることとなったのである。視聴者とドームホーフかつてのドームホーフの場所に現在は視聴者の一部が立っている。ドームホーフはもともと貴族の館で1423年あるいは1424年以降にボルムス司教の館となった。この建物は1962年の復活祭の火事で完全に消失した。 広場にはこの都市の権利をめぐって戦った司教と選帝校の像が設置されている。選帝校はやや楽しげで、司教像はいかめしい感じである。司教と選帝校は1385年から1705年までの間共同統治を行った。その近くには都市圏を誇らしげに掲げるローマ人兵士の像もある。その他の建造物、 ラーデンブルク旧市街の木組建築グリーンプロジェクト2005の一環として、ラーデンブルクの南東に公園施設が設けられた。この公園は現在、デアグラナリングと名付けられ、2006年のドイツで一番素晴らしい公園に選ばれた。1941年以降、ラーデンブルクにはレキットベンキーザーの工場がある。この工場では、現在、カルゴンが生産されている。 2006年にラーデンブルクにラインネッカー統合司令センターが設けられた。これはラインネッカー軍、ネッカーオーデンバルト軍の消防及び救急隊、並びにハイデルベルクとマンハイムの救急隊を所管している。エーリンゲンネッカーハウゼンとラーデンブルクの間をフェリーが結んでいる。この交通は中世の遅くとも1483年には存在していたことが 明らかになっている。この他に川を越える交通路としてはマインネッカー鉄道の鉄道橋がある。この橋は二輪車や歩いてもネッカー川を渡ることができるようになっている。この赤色砂岩で作られた多くのアーチを持つ橋は1848年に建設され、ダルムシュタットからバインハイムを経由してマンハイムフリードリヒスフェルトの分岐点までを結ぶ鉄道路の一部を成している。 橋の北側すぐのところに、ラーデンブルク駅がある。ラーデンブルク西部の工業地域へは、修道 L542 号線の橋で、ネッカー運河を渡って、イルフェスハイム島に入る。ラーデンブルク東部は、連邦アウトバーン A5 号線に接続する。また、ラーデンブルクの西側には、ラーデンブルク港がある。ラーデンブルクの電力網は、エンベベイエネルギーバーデンベルタンベク。 天然ガスの供給網は、マンハイムの MVV エネルギーがになっている。上下水道の運営は、ラーデンブルク市が自ら言っている。ラーデンブルクは、ドイツテレコムの電話網に組み込まれており、コブル BW のブロードバンド網が整備されている。メディアン実業学校ラーデンブルクは、全部で9つの学校を有し、マンハイム・ハイデルベルク、バインハイムで囲まれた三角形の中で重要な、 学校都市である。ラーデンブルクには、旧市街に、ダルベルク基礎家庭学校、ベストシュタットに、アストリト・リンドグレン・シューレの二つの基礎家庭学校がある。旧市街の南端にあたるレアル・シューレ通りとメリアン通りの間にラーデンブルクの学校センターがある。ここには、実金源本家庭学校、メリアン実業学校、カール・ベンツ・ギムナジウムの三つの学校がある。 ラーデンブルクには、これらの他に、エーリヒケストナー養護学校、2008年に町の東側に新しく建設された身体障害者のためのマルティンス修レがある。私立音楽学校は、ルストガルテン通りのダルベルク基礎家庭学校とカールベンツギムナジウムの間にある。また、ハウプト通りの旧市庁舎には市民大学がある。 カール・ベンツ・ギムナジウムとメリアン実業学校の校区は、ラーデンブルクのほか、近隣のヘッテスハイム、イルフェスハイム、ゼッケンハイム、ネッカーハウゼン、エーディンゲン、フリードリスフェルト、シュバーベンハイマー法フを含んでいる。広域学校であるマルテンス州レには、ラインネッカー軍全域、ハイデルベルク、マンハイム、ベルクシトラーセ軍南部からも学生が通っている。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版に参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。